ゲールズバーグはアメリカ合衆国イリノイ州の北西部ノックス郡に位置する都市であり同郡の郡庁所在地である2010年の国勢調査では人口32,195人だった市内には私立4年生教養系カレッジであるノックス大学と2年生コミュニティカレッジのカール・サンドバーグカレッジがあるゲールズバーグシティ郡区が現存の郡区であり ゲールズバーク市と一致している。ゲールズバーク市は、ノックス軍とオーレン軍で構成する、ゲールズバーョ小都市圏の主要都市である。ゲールズバーク市は、北緯40度57分8秒、整形90度22分7秒、北緯40.95222度、整形90.36861度、40.95222マイナス90.36861に位置している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は17.93平方マイルであり、このうち陸地17.75平方マイル、水域は0.18平方マイルで、水域率は1.00%である。ゲールズバーグは、ニューヨーク州から来た、長老派協会牧師ジョージ・ワシントンゲールが設立した。ゲールは、肉体労働のカレッジを設立する夢があった。 それが後にノックス大学となった。ニューヨーク州から来た委員会が1835年にノックス軍の土地17エーカーを購入し、最初の開拓者25人は1836年に入ってきた。現在のゲールズバーグ市のすぐ北、ストーリー湖近くのログシティに暫定の小屋を建設し、町の境界内には丸太小屋を作らないことに決めた。市内には のでで初のハンドレーード団体ができた。1837年に設立され、地下鉄道の停車駅もあった。1858年のリンカーンダグラス論争の5回目が市内で開催され、1858年10月7日、ノックスカレッジのオールドメインビルに一時的な演説台が付けられた。ノックスカレッジは今日までこの オールドメインを維持し、使い続けている。地下鉄道博物館と、リンカーアン・ダグラス論争博物館を、ノックス・カレッジ卒業正会館を改修した後に、設立する計画がある。ゲールズバーグは、メアリー・アン・ビッカーダイクが生まれた場所である。ビッカーダイクは、南北戦争の時に、北軍兵士の手当てをした。戦後、詩人、著作家で、歴史家のカール・サンドバーグ。 詩人で画家のドロテアタニング、メジャーリーグベースボールのスターである、ジム・サンドバーグが生まれた。カール・サンドバーグが少年時代を過ごした家は、入りの遺歴史保存機関が、カール・サンドバーグ歴史史史跡として運営している。この場所には、サンドバーグが生まれた、コテージ、現代博物館、サンドバーグと妻のリリアンが埋葬されている岩、及び公園場がある。BNSF 鉄道の列車。 ゲールズバーグ市の中心にある元サンタフェ鉄道駅の近くを通過しているアリシヒのサンタフェ駅ゲールズバーグはその歴史の大半を通じて鉄道との結びつきが強かった。地元事業家がイリノイ州の当時の2大都市であるシカゴとクインシートを結ぶ最初の鉄道を推進し、さらに3番目の路線としてアイオワ州バーリントンからミシシッピ川向こうで止まっていた路線があり、 これと橋で結びつけることで、西部フロンティアへの道がつけられた。シカゴバーリントンドクイン C 鉄道が市内で、操車場を創業し、初めてハンプ創車場を使った。この操車場は現在、BNSF 鉄道が使っている。19世紀後半、アッチソンとピカンド、サンタフェ鉄道がシカゴを中心に、鉄道網を作り、ゲールズバーグを通る路線もあった。ゲールズバーグは、 その大きさの割には、鉄道が何本も通り、駅もいくつかあるという数少ない街の一つだった。実際に、アムトラックが、サンタフェ鉄道駅を閉鎖し、旅客は、元バーリントンーザン駅に統合したのは1996年になってからだった。鉄道の九州合併が進んで、BNSF 鉄道のもとに統合され、1時間に平均7本の列車が運行されている。 2004年秋にメータグが工場を閉鎖した時点で BNSF は再度ゲールズバーグ市最大の雇用主になった。さらに自動車の新鍮時代におけるパイオニア的会社ウェスタンが街の名前を取ったゲールを生産した。ロンバードカレッジは1930年まで市内にあった。市内のカーテ邸クは1899年にアメリカ合衆国大統領。 ウィリアム・マッキンリーとアメリカ合衆国国務長官、ジョン・ヘイが閣議を開催した場所である。現在のゲールズバーグ駅全国的な旅客鉄道輸送会社であるアムトラックがカリフォルニア・ゼファー号、カール・サンドバーグ号、イリノイ・ゼファー号、サウスウェスト・チーフ号の各列車を毎日上下運行しており、ゲールズバーグ駅で停車し、シカゴとゲールズバーグより西の地点とをつないでいる。 シカゴからのこれらの路線は、ゲールズバーグから各方面に分かれ、ゲールズバーグはちょうどその分岐駅になっている。ゲールズバーグトランジットが市内のバス便を運行している。現在は4路線がある。BNSF 鉄道が貨物鉄道を運行し、町の南1.9マイルに大型のハンプ走車場を運営している。ゲールズバーグ市内を週間高速道路十四号線が通り、北は クアットシティーズ地域の森ン市、南東はピオリア市とをつないでいる。イリノイ州道110号線、別名シカゴカンザスシティエクスプレスウェイはゲールズバーグを通って南のマコームに向かい、クイーンシーを抜けた後にミズーリ川を渡る。アメリカ国道34号線はゲールズバーグとアイオワ州ーバーリントンとをつないでいる。ゲールズバーグ市民空港は一般用途空港であり、 クアットィ国際空港とジェネラルウェインエイダウニングピオリア国際空港から商業便を利用できる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ゲールズバーク市には全国鉄道の電動が計画されている。2006年にアメリカ合衆国議会がその設立を認可して以来、その3000万ドルのプロジェクトに資金集めが行われている。 観光業が盛り上がり経済効果があると見込まれている。毎年6月の第4週末に鉄道の日祭りが開催されている。この祭りは1978年から当時バーリントン農山のオープンハウスとして始まった。バーリントン農山は走車場内の列車ツアーを行った。ゲールズバーク市が街に多くの観光客を呼ぶためにストリートフェアを始めた。 1981年ゲールズバーグ鉄道博物館が設立され、鉄道の日にオープンした。その後、市と鉄道会社が毎年の祭りを共同で計画した。2002年、鉄道会社が祭り計画から撤退し、創車場のツアーもなくなった。2003年、市は地元の集団とともに祭りの再生を計画し、ゲールズバーグ鉄道博物館が 奏車場のバスツアーを始めた。その時から、ゲールズバーグ鉄道博物館は奏車場のバスツアーを続けている。2010年、ゲールズバーグ鉄道博物館が奏車場の VIP ツアーを行い始め、選別された集団が、ハンプタワーやディーゼル機関車の整備工場に入って、BNSF の操作を見ることができるようになった。この祭りの間、カール・サンドバーグカレッジでは、 最大級の鉄道模型や、アメリカ合衆国中西部のジオラマが見られる。9月のレーバーデーの週末、スティアマンフラインインがある。9月にはまた、ストーリー湖で、グレート、ダンボールボートレガッタや、ラバーダックレースが開催される。毎年8月第3週末には、ストーリー湖公園で、南北戦争と1840年代以前の、ランデブーが開催される。 ブラックアース映画祭は2004年以来、ゲールズバーグ芸術分野の一部となっている。ゲールズバーグ市民芸術センターと協業しており、世界中から作品がエントリーされている。毎年9月に開催され、長編、短編、ドキュメンタリー、アニメーション、外国映画の部門で最良のものを選んでいる。これら各部門賞の他に総合賞を選んでいる。映画産業からの特別ゲストも来場する。 過去には、ジョン D ・ハンコック監督、制作者のマーク、オーシャートとマイク・シャンク、制作者のエリック・ザラとクリス・ストロンポロスが出席した。毎年5月には、ストーリー・コ・公演で、ゲールズバーグ市には、地方、地域、全国のニュースを扱う多くのラジオ局や新聞社がある。ゲールズバーグブロードキャスティングが、AM ラジオ局1局、FM ラジオ局2局を所有し、 プレイリー・レーディオ・コミュニケーションズが AM ラジオ局一局を所有している。新聞のゲールズバーグ・レジスター・メールは1927年にゲールズバーグ・レパブリカン・レジスターとゲールズバーグ・デイリー・メールが合併して作られた。それまでの日誌は19世紀半ばまで遡ることができる。ゲールズバーグ・レジスター・メールは市内唯一の日刊誌として サンディエゴのコプリープレスが所有していたが、2007年4月にゲートハウスメディアに買収された。ザゼファー紙は1989年に創刊され、毎週木曜日に発行される唯一の地元所有新聞だったが、2010年12月9日半で週刊となった。ニューゼファーが2013年初期に発行を始め、毎週金曜日に発行されている。ありがとうございます。